はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、シポージニュースのお時間です。シポージニュースの MC を務めさせていただきます、シポージです。よいしょよいしょよいしょ、お願いします。さあ、はい、このシポージニュース、1週間、この1週間でね、この1週間で、シポージが気になった、まあ、ファッションに関わってまあ、ファッション界隈とかの、ニュースをシポージがちょっと拾ってね、紹介してて、コメントしてこうっていうね、まあそういう番組になってます。報道番組のコメンテーターやったこと一回もない、一回もない。さあ行きましょう。はい、まず1個目はまあシポージなんでね、シプリームのニュースからいきますか。はい、今週2021SSWeek18 において、シプリームサマーティーが発売されますね。で、種類は7種類販売します。はい、事前抽選が本日の11にあったんですけど、シポージもいけたよーいけたっていうか、抽選に参加できたんですけど、この動画上げる頃には結果も出てるでしょうけど、ちょっと今一応抽選参加できましたっていうね。これで、あとは店舗行けるかどうかの抽選の結果が、どうなるかっていうところなんですけども、はい、7種類出ますね。おじさん気になってるのは、まず1個目はこちらですね。はい、カウズのチョークティー、まあ、今着てるおじさんが今ね、着てる衣装にもなってます。カウズのボックスチョークロゴ、こちらの、T シャツも出ると、カラバリも同じでね、カウズっていうのはアメリカの現代アーティストで、まあ、人気すぎてね、知る人ぞ知るどころかもうみんな知ってるよってか、バンクシーとかにね、並ぶぐらいね、大人気アーティストなんで、でも言うことじゃないんですけど、まあでも、普通のボックスロゴよりもこのチョーク系ね、結構ね、着やすいんですよね。それでまあボックスロゴより高騰しなかったり、プレネになってなかったりするんで、結構買いやすいかもっていうことで、はい、楽しみです。で、もう一つは、こちら、ジャマイカの、レゲエミュージシャン、オーガスタス・パブロさんのアルバムのアートワークをね、フォトティーにしてるっていうので、まあ、凄惨な事件というか、テロで亡くなってしまいました。貿易センタービル、今はなきね、今はもう新しくなったのか。はい、貿易センタービルをバックにね、撮ったより写真っていうことですよね。はい、こちらのティーム出ると、これもかっこいいですね。オーガスタス・パブロ聞いたこと一回もない、はい、が出ると、で、あとこれかな、スネークティーっていうね、これはなんかアメリカのアーティストエリック・フォスさんの、デザイン、この方、その、なんですか、ネオンカラーのこのコブラとか、結構ネオンカラー、紫を基調としたネオンカラーの、グラフィティアーティストですね。結構、インスタグラムとか見るとね、この感じのグラフィックいっぱい描いてて、かっこいいですよね。また、シュプリームがアメリカの結構なんですかね。かっこいいアーティストをディグってくれたって。まあ、こういうシュプリームを入り口にして、アメリカのどんなアーティストいるんだっていうね。どんな人がいるんだよっていうことをね。こんな人いるのよねっていうことをね、シュプリームさんはね、自分自社の T を通じてね、こう教えてくれるっていう、まあ、そういうコンセプトありますから、結構ね、こういうコラボティとかね。はい、いいと思いますよ。はい。まあ、シュプリームのニュースはこんぐらいかな。サマーティーが出るということで。はい。で、次のニュース、アメリカのこちらもアーティスト、フューチュラと、ノースフェイスの裁判の、まあ、経過報告みたいなところなんですけど、まあ、前回というかね、結構前に、ミヤトフィルムくんが、ニュースのね、ちょっと動画1個作った時に、そこで言ったんですけど、まあ、ノースフェイスと、作家のアーティスト、フューチュラがちょっと揉めてるって。まあ、フューチュラといえばね、もちろん、シュプリームで、ロゴでコラボしたこともありますし、結構日本の、何ですかね、裏腹ブームとか結構貢献した、フューチュラとなんか2号さんとかが関わったブランドとかもあったんじゃなかったかな、なんだっけな、そんなあったかな、あったりとか、まあまあまあ、まあ、有名なの何かな、まあちょっと頭トゲトゲした人のモチーフというか、なんかエイリアンみたいなモチーフのね、グラフィックとかあるんですけど、その中でフューチュラさん、アトムっていうね、こうなんですかね、六角形でこう、円がこう、連なってる、まあ、パターン、フューチュラさんがよく使ってるアトムと呼んでるパターンを、があるんですけど、ノースフェイスが出した、フューチャーライトっていう新しいシリーズ、これのロゴが、酷似してるっていうことで、そのフューチャーライトっていう言葉、フューチュラとフューチュアライトってもうなんか、フューチュラがフューチャーライトを略したみたいじゃないですか。まあそういう類似性とかも加味して、フューチュラさんはちょっとおかしいんじゃないかみたいなことで、裁判に発展しまったっていうのが前回なんですけど、はい、最近進展が、
ございまして、それ1月だったのかな。で、進展ございまして、フューチャーさんがインスタグラムで、まあまあ、進展をこうね、英語で出したんですけど、ノースフェイスはフューチャーさんのこのアトムのモチーフ、フューチャーさんのことを、アトムモチーフを時々使ってる自称ストリートアーティストっていう風に言い放ったんですよね。まあ、自称、だからその、要は、その何ですか、このモチーフは別にこいつのものじゃないよってことを言ってるし、これをまあよく使ってる人だよね、みたいな。まあそういう、なんかちょっと、ああ、知ってる、ああ、これよく使ってる人だよね、みたいな。だから、これを生み出した人ではないっていうことを、まあ言いたい。それのちょっと皮肉っぽい言い方ですよね。はい。っていう、まあ、理由として、フューチャーさんはアトムのモチーフ。だから結構グラフィティアーティストなんで、だからスプレーでバーとかで、要はその、イラストレーターでパスカチッと決めた1個ドンっていうのがあるというよりかは、いろんなそのパターンでこう書いてるから、その、いろんなパターンで書いてるがゆえに、このモチーフに対する権利はフューチャー持ってないんじゃないかっていう主張してるんですよ、ノースフェイスさんは。はい。はい。うちはもうパスで完全にカチッとスターバックスとかみたいにカチッともうこのパスをもう使い回すような感じで、ちゃんとした一個の形として商標登録というか使ってるんで、うん。フューチュラのロゴとは違うんだよっていうことなんですけど、まあフューチュラこれに対して、もしこの主張が通れば我々の多くがストリートファッションの基盤となってる、自分のロゴやブランドの権利を保護できないことになる。非常に危惧しているということですね。だからその、うん、1ミリ変えたらもうそれは違うって言い始めたら、何でもありじゃんっていう、ありじゃんっていうことなんですよね。うん、いや、それは確かにそうだなって。うん、うん、だから何ですかね。まあなんかオマージュとかサンプリングとか、なんかもっとこう、言い方、歩み寄り方があると思うんですよ。まあ最近、日本で呪術廻戦で、技の渦巻きって技が出てきて、伊藤潤二先生の渦巻きのやつじゃねえかっていうので、これパクリだなんだ、オマージュだなんだっていう、ちょっとあったんですが、まあそういうのとかもね、まあこれは完全にオマージュ、リスペクトあっての表現、呪術廻戦に関しておじさんそう思うんですけど、はい。このノースフェイスの態度がちょっと良くないのかなっていうね。仮にその、何ですか、意図せずというか、まあ、いいなと思って、まあ、フューチャーライトとこのロゴ使って、全く意識してなかったってちょっとこう聞こえ悪いですけど、まあまあ、もうちょっとこうね、仲良くやってほしいですよね。うん。まあ、フューチュラさんはかなり完全に被害者側だと思うんですけども、はいはいはい。ストリートアーティストっていうことで、こうなると立場弱いのかなっていうのはあるんですよね。うん。でも昨今やっぱそういう、ストリートアーティストさんとかのこの、まあ、企業がコラボしてってるわけですから、うん。コラボとかしてるから、要はそのファッション業界とか、そのストリートアーティストとはいえ、認めてるわけじゃないですか。まあそういうカルチャーなんで、どっちも納得いくような結果になってほしいです。ちょっとノースフェイスの姿勢が強めすぎるんじゃないかなとおじさん思います。はい。でも次、トラビス・スコットと、エアジョーダン1ミリタリーブルーとフラグメントコラボ、トラビス、フラグメント、ナイキのトリプルコラボのスニーカーが出るって、よくね、写真とかも出てたんですけど、この度、海外では8月13日リリースを迎える。そうですね、はい。まあまあ完全にリーク通り出ると。うん、完全に出るということですね、うん。かっこいいっすね。これだから前回出てちょっとこう、アースカラーのものじゃなく、うん、青も入りつつ。でもこの、シューレースとか、アウトソール、ミッドソールの部分とかが、結構その、ヴィンテージ風のちょっと、渋い白になってるとこがかっこいいっすよね。はい。まあ、完全に出ると。どんな感じの展開で、日本ではどう出るか。日本だとね、前回その AJ1 ハイの方は、ハイの方は普通に抽選でスニーカーズで出まして予告ありに出て、ローの方はね、あれですよね、ローの方は突然来たっすよね、うん。突然ゲリラで抽選始まったんですよ、スニーカーズで。はい、まあ、ここから10分抽選って。朝だったの夕方だったの忘れましたけど、おじさんそれ参加できたけどね、まあ買えなかったんですけど、ゲリラでも。ゲリラでも無理。うん。
まあそんな感じでまた来るのかな。まあどうせ買えないですからね。うん、出るんだぐらいですね、おじさんは。出るんだぐらい。はい。はい、次。まあファッションとかファッション界隈なんですかね。はい、歌手のビリー・アイリッシュさんが、過去に撮影された動画内でアジア系に対する差別的な発言を行っていたと炎上しております。ビリー・アイリッシュさん本人はもう特に謝罪文を出してるんですけども。まあどうやら TikTok で、ビリー・アイリッシュさんが過去に、TikTok のストーリーか、インスタのストーリーかで上げた、動画が流出してしまったという。で、これはですね、ビリーさんが13歳とか14歳の時に撮影されたものらしいんですよね。まあ誰が流したのかわかんない。まあだからその有名人でやっぱりその過去の、何ですか、ツイッターとかインスタとか、本当有名じゃなかった時、別に、普通、ただただ一般人だった時に、本当ニュースとかにポロッと言ったようなこととか、アーティストにね、いや、こいつ面白くねえとか、全然何がいいのかわからんとか言うじゃないですか、TikTok じゃねえや、その、Twitter とかで、過去に知らずのうちに作った爆弾で燃え盛るみたいな、ことあるんですよね、まあまあまあ。まあ、ビリーさんもだから、まあ内容が内容的にちょっとアジア系の、ちょっとね、まあ、動画見たんですけど、はい。ちょっとだから、マッシュアップされた、なんかこう、テンポのいい、言ったら、ま、あっちのティーンとかがふざけて言うような、だからその、F ワード連発するみたいな、N ワード、F ワード連発するみたいな感じの、作り、なんで、だからふざけて、だからその、動画で正面ガッて向いて、アジア人差別をただひたすらにしてるとかだったらね、あれなんですけど、13歳か14歳ですからね子供ですからね。ビリーさん自体もめちゃめちゃ若いですけど、まあ、かつ声明文というか、まあ、謝罪文出してますね。はい、適当な言葉を話してる私が映ってますが、あれは私が子供の頃からやってるもので、ペットや友人家族に対しあのような話し方で話してきました。ただおふざけだって誰かや何らかの言語訛り文化をからかう意図は一切ありませんと言ってるんです。まあ、ビリー・アイリッシュさんがっていうのがありますよね。結構なんですかね。まあ、昨今近年の、その多様性っていうものに、こう、まあ、その先頭というか、というのをこう大事にしてる、ちゃんと理解のありアーティストの中の一人っていう、もうそういう位置づけもあるんでっていうことの炎上でしょうね。はい。だってもう別にこれ、今さ、だからサウスパークのトレイ&マットが、なんか、昔差別的な発言してたっていうのを知ったところで誰も驚かないし誰も騒がないじゃないですか。差別的発言してたと言っても主義者じゃないですか。差別主義者じゃなければ、その多めに見てやってと思うんですよね。はい。主義者はもうしょうがないです。もうしょうもない。一番、差別主義者はもう一番しょうもないですけど、主義者じゃないですから。はい。いちいちね、その引っ張り上げてね、燃やさなくてもと思いますよね。はい、ということで今週もいろいろありますし、あるでしょうということで、はい、シポジニュース、ちょっと真面目な感じになっちゃった以上、シポジでした。はい、今週もシュプリーム楽しみだな。はい、また見てね。チャトーとグッボタよろしくね。ボロロロロン、よいしょ、あたした。